アメリカ海軍が F-35C 戦闘機のサルベージ作業を完了したという情報が入ってきました。今回はこの F-35C 戦闘機海底からの回収について見ていきたいと思います。沈んだ戦闘機を回収しようと中国が動いていたようですが、場所が海底3800メートルですからね、相当優れた技術が必要ということです。この戦闘機の沈んだ位置が分かっていたので、アメリカは捜索が早かったと思われます。2022年1月24日、軍事演習中に、アメリカ海軍の最新鋭戦闘機 F-35 ライトニング2C 型が、南シナ海で海中に墜落するという事故がありました。1ヶ月半ほど経った3月2日、アメリカ海軍は、この F-35 ライトニング2C 型のサルベージ作業に成功したと公表したのです。この F-35 ライトニング2C 型は、大きく3種類に分けられる同機のシリーズの機体の一つです。カタパルトを完備した航空母艦上で運用される固定翼専用機なので、アメリカ以外に採用を予定する国はありません。そういった意味でも、希少性の高い機体と言えましょう。別の言い方をすれば、アメリカだけが使用する戦闘機ということで、内部の隠匿性も非常に高いということになるでしょうね。F-35 シリーズの A 型は、通常の陸上滑走路から運用される機体で、主に空軍向け機体ですし、B 型は短距離離陸、垂直着陸が可能な機体なので、主に強襲揚陸艦やカタパルトのない航空母艦等での運用される機体です。航空自衛隊も A 型が105機、B 型が42機の計147機を今調達中なのですが、見のところ、2022年時点で西側諸国が唯一調達可能な第5世代戦闘機は、同機以外の選択肢がないから F-35 にせざるを得なかったというのが正直なところでしょう。アメリカは日本を含む同盟国やそれに類する友好国に地下 F-35 ライトニング2の採用を認めていません。許可されない国々にとっては F-35 の能力は水煙の的と言っても過言ではないのです。アメリカに対抗する中国などは、国産第5世代戦闘機として J20 を製造してはいますが、総合的な戦闘能力を比較すると、F-35 ライトニング2のレベルには、まだまだ及ばないという見方が多いようです。特に、航空母艦に関しては、カタパルトの実用化もまだで、これから取り掛かるといった状態です。こういった状況ですから、航空母艦艦載機の F-35 ライトニング2C 型の貴重さがお分かりでしょう。この機体には、中国軍が実現できていない、ノウハウやテクノロジーが多数盛り込まれているのです。中国軍としては、墜落した機体を自分たちが引き上げて、宙を分析したいと、熱望しているはずです。逆に、アメリカ海軍としては、この墜落機体を自分たちの手で何としても回収しなければならないと焦っていたとも推測されるのです。アメリカ海軍の熱意のおかげか、墜落した F-35 は無事にアメリカの手によって回収されました。まずは一安心といったところでしょうか。さて、今回南シナ海に墜落し、無事に回収されたアメリカ海軍の F-35 ライトニング2C 型ですが、中国への牽制の意味もあって、南シナ海に展開していた大型の原子力航空母艦カール・ビンソンの艦載機でした。アメリカ海軍でも初めての同期運用艦艇ということになります。アメリカ海軍においても F-35 ライトニング2C 型の実戦配備は、開発の遅れなどの影響もあって、最初の予定よりも
後ろ倒しになっていたそうです。ようやく運用がスタートした矢先のこの事故だったのですから、アメリカ海軍の威信にも関わる重大な事態でした。何と言っても場所が場所です。中国が一方的にその大半を自国領と主張している南シナ海で発生した事故でした。しかも配備されたばかりの F-35 ライトニング2C 型というアメリカが誇る最新兵器が軍事演習中に着艦に失敗し墜落という不手際だったのです。簡単に言えばアメリカ海軍にとっては不名誉なことこの上ない事態でした。それだけではなく、この F-35 墜落事故後には、発生時の状況を記録した動画や写真が SNS 上に流出してしまったのです。前年のイギリス航空母艦クイーン・エリザベス艦載機である F-35B 型が地中海に墜落したのと同様、不祥事にも発展してしまいました。余談ですが、このような軍隊という、厳しく機密保持が求められるはずの組織にもかかわらず、いとも簡単に個人が情報漏洩を引き起こしてしまうという事態を考えると、個人がスマホのような携帯端末を勤務中に自由に使用できるのかという点でも疑問を感じてしまいます。軍事等とは無縁の一民間企業でさえ、個人情報を扱う部署なら個人の携帯端末等を自由に持ち込むことは日本でも規則で禁じられていることが大半なはずです。簡単に言えば、業務中に個人のスマホなどをいじれるということですからね。そういった制限が軍隊内で徹底されていないことは驚きの一言です。それに加えて、今回のアメリカ海軍 F-35 の墜落事故でもそうですが、流出する動画や写真は、どう見ても内部の関係者しか入手できない内容ということを考えると、即内部調査を行って実行者を特定しなかったというのも不思議だと感じます。こういった軍内部からの機密情報漏洩は今回の件も含めアメリカやイギリスなど西側諸国に多く見受けられます。中国やロシア、北朝鮮などからはそうした事例は少ないように見えますから、判明後の罰則の違いが大きく影響していると思えてなりません。前述の中国、ロシア、北朝鮮などでは、機密漏洩を行った個人は粛清対象になると考えられます。つまり、西側諸国よりもはるかに厳しい罰則が機密漏洩を行わせない方向に、強く作用しているものと思われるのです。さて本題に戻ります。今回の F-35 ライトニング2C 型が墜落して沈んだ南シナ海は、中国の一方的な主張を除くと、基本的には国際水域に該当しています。ということは、サルベージする手段と能力さえあれば、アメリカ以外の国が回収する可能性も考えられたのです。他国の自国の戦闘機を奪われないようにするため、アメリカ海軍は F-35 ライトニング 2C 型が沈んだ海域を警備しつつ、並行して迅速にサルベージ作戦をスタートし、他国に先に回収されないように万全の手を打ったようです。アメリカ海軍が手配したのはシンガポールの民間企業ウルトラディープソリューションズ社が保有している深海作業支援船ピカソでした。この船は2月中旬、那覇港に停泊していたのを目撃されていました。このピカソは艦隊全体に真っ赤な塗装が施された大型艦艇で、遠目には、その姿は、大型のカーフェリーや客船かとも、勘違いされそうな派手なカラーリングもですが、巨大なクレーン等を備えた専用船です。
真っ赤なカラーリングはピカソにちなんだのでしょうかね。実は2019年4月、空自の三沢基地所属の F-35 ライトニング2A 型が夜間訓練中に消息を絶ち墜落した事故がありました。この場合も、ウルトラディープソリューションズ社が保有する深海作業支援船ファン5砲をアメリカが投入したのです。この三沢基地の F-35 ライトニング2A 型の墜落事故では、機体はサルベージされていません。機材の一部を回収しただけで、作業は終了されていたので、今回の作業の行方も注目されていました。F-35 ライトニング2C 型が沈んだ南シナ海は、約 3780m もの水深があり、引き上げは難航するという見方も多かったのでが、その予想を覆し、事故発生から約1ヶ月1週ほどで回収されたことになります。なお、今回の事故の舞台になってしまった航空母艦カール・ウィンソンですが、2月14日には母港アメリカのサンディエゴに帰島していて、2021年8月から約9ヶ月の航海を一旦終了した形になっています。また、墜落した F-35 ライトニング2C 型が所属していた第147戦闘攻撃飛行隊アルゴノーツも、2日前の2月12日にカリフォルニア州リーモア海軍航空基地に戻り、これまた一旦任務を終了させています。今回、不名誉な墜落事故を起こしてしまったアメリカ海軍ですが、今後も F-35 ライトニング2C 型を、航空母艦艦載機として配備していく方向には変更はなく、並行して無人給油機 MQ-25 スティングレイの導入も進めていくものとみられています。